日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちら今年2022年12月25日のクリスマスは、以前誕生日の時にもお世話になったもみの木さんの紅玉のタルトや3種のシュークリーム、マロンクグロフ、シフォンケーキでお祝いしたいと思います。あれ、今年はホールケーキでサンタクロースとかの生クリームじゃなケーキじゃないんですかって思われたかもしれません。はい、実は今年もやりたいなと思ってたんですけど、今年もうめちゃくちゃ忙しくて、もう本当にケーキを用意する余裕すらもなかったんですよね。悲しいことに。で、なんとかホールケーキで確保して、ホールケーキが確保したいなと思って買ってきたのがこれというわけです。まあ誕生日の時にもやりましたけど、ホールケーキにこだわる必要ないかな。ケーキ、いや、ケーキだったら何でもいいんかって突っ込まれそうな気もするけど、もうとにかく鳥もかくにも用意できないと話にならないので、ほんとインターネットでもなかなか出来たて、そのまま食べられる常温のケーキとかは買えませんからね。冷凍などは買えるんですけど、また解凍で時間かかったりして、ちょっとっていうことも調整があっていう部分もあって、まあグダグダしてても仕方ありませんので、今年はお祝いしたいと思います。でもそのまずはじゃあシュークリームから食べていきますね。なんかチョコとか抹茶とかあまり見ないシュークリーム、あ、チョコは見るか、黒ごまっていうあまり見ないシュークリームもあったので、それもまた楽しみです。それではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。こうしてまた今年中に会えたのが嬉しいよ。私で、すっかり癒されてね。ええ、自分も嬉しく思いますよ。また来年もいろいろとお世話になりたいと思っています。来年はもっと行く機会増やそうかなと。まずはこちらのケーキたちの、パイ生地はさっくり、シフォンケーキはふんわりで、シュークリームは中のクリームの風味がふわっと香ってくる。そしてマロンクグロフ、これはコーヒー用意しとけばよかったな。結構強烈に来るし、舌の唾液、口の中の唾液が持っていかれてしまう。紅玉のタルトである程度水分補給できているとはいえ、交互に食べればよかったかな。結構強烈だけど、クリスマス気分は味わいました。ごちそうさまでした。うわ、結構すべてのものに見えますが、口の中の水分持っていかれない、飲み物用意しとけばよかったなと今さらちょっと後悔していますが、まずお商品そのものは美味しかったですよ。最初に食べたシュークリームはチョコじゃなくてコーヒー味でした。なのでかなり苦味が強くて、自分の中でグッと、うわ甘いと思ったら苦い、だけどそこまでうわもう甘いのじゃないかダメだみたいな人でもない限りは食べられるちょうどいいバランスの苦さだと思いました。あと黒ごまと抹茶も香ばしさや抹茶のほろ芳香な香りが口の中でふわーっと広がってきましたね。続いて食べましたこちらのいちごシフォンケーキ、なんかよかったらお試しくださいとありますが、ちょっとレンジ近くにないのでこのまま行かせていただきました。わっ、ふわっとした生地の中からいちごの甘酸っぱい香りと味がふーっと優しく広がってきて、癒してくれました。プレーンや他のフレーバーでも食べてみたいシフォンケーキでしたね。続いてこちらのちょっとまあ食べた後でもないんだけど、紅玉のタルト、パリッとしたタルトの中から甘酸っぱくリンゴの果汁がじゅわっと広がってきて、さ結構量はあるんですけどさっぱりとなくなりました。それとは対照的だったのがこちらのマロンクグロフ、結構洋酒がきつくて生地ももったりした、口の中の水分をかなり持っていく生地でしたので、これ本当にコーヒー用意した方がいいと思います。で、以前食べたもみの木さんの和栗ケーキと同じで、かなりラム酒が洋酒が強くて、栗は食感を楽しむことができるのですが、甘さがあまり感じられなかったら残念でした。やはり今回は大本命であった紅玉のタルトがパリパリとした外側の生地と中のリンゴの甘酸っぱさのバランスが一番良くて美味しかったので、代表として5点とさせていただきます。はい、それではで、夏の日やダンス踊るを浜辺にて、いやいやかなり暑いでしょうね。そんなことしたら
汗だらけになりそうです。ほんと、もうちょっと運動するときは周囲の環境に注意しましょう。で、ちょっといつもだったらここで終わるんですけど、今回は最後にちょっとお知らせをしておきたいと思います。例年、まあクリスマス終わって次年末年始、大晦日、お正月ってきますよね。まあ例年だったら、まあ年末年始でいろいろやってみたとか、ね、ちなんで食べたとかで動画上げてるんですけど、残念ながら本年自分喪中なんですね。なので、まあいつも上げてるこういった特別な動画ではなくて、毎日上げてる動画はいつも通り上げるんですけど、そういった年末年始に何かするっていうような動画は今年は投稿を控えようかなと思っています。さすがに夢中に動画投稿に夢中ってあるのかって思われるかもしれませんが、そういうところは守りたいと思いますので、今年から来年にかけての、今年の正年お大晦日から来年のお正月にかけての、まあ、特別な動画は投稿しないということをあらかじめお伝えしておきますので、どうかご了承ください。それではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演、あ、言うのはちょっと言うの忘れてましたけど、同様先ほどの夢中である理由なので、年末年始の挨拶なども行いませんので、どうかご了承ください。それではまた見てくださいね。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。